文章や主、フランチシェイク・ラジビウは、ポーランドの貴族、公家、政治家、オルイカの第13代オルディナとドイツ帝国議会議員だったフェルディナント・ラジビウ公の息子として生まれ、第一次大戦中に、ドイツ政府が創設した9月のポーランド王国の政府組織の一員となった。ポーランド第二共和国の成立後は、同国の保守政治家となり、 ユゼフ・ピースツキを支持して、彼の組織した BBWR 党に入党、1928年から1935年まで共和国下院議員を、1935年から1939年まで共和国上院議員を務めた。政府の支持者である一方で、ラジビウは、サナツや体制の拡大には批判的な立場を取っていた。1939年に、 ソビエトによるポーランド侵攻が起きると、ラジビューは内務人民委員部によって逮捕、投獄された。悪名高いルビアンカ刑務所に収容されたラジビューは、ラブレンチー・イベリアから直々に尋問を受けた。しかし、ラジビューは、イタリア王室などからのソ連政府に対する国際的圧力により、逮捕から数ヶ月後には解放された。これは、 ヨーロッパ有数の大貴族であるラジビウ家の一心のおかげであった。ナチスドイツに占領された状態のポーランドに帰国した、ラジビウはドイツの元皇帝一族とも親戚にあたる自分の名声を利用して劣悪なポーランド市民の待遇を改善しようと試みた。彼は第二次世界大戦以前からの知り合いだったヘルマン・ゲーリングとも話し合いを持ったが、目論見は不守備に終わった。 ラジビューは1944年に起きたワルシャワ放棄の際、ドイツ軍によって一時的に投獄されている。1945年に戦争が終わると、ラジビューは再び内務人民委員部に逮捕された。ラジビューの妻アンナは1947年、共産主義政府の監獄内で獄死したと考えられている。彼はその後解放されたが、その財産の大部分は没収され、 共産主義政府によって国有化された。ラジビューはそのまま公的生活から引退し、1967年に死んだ。ロンドンに亡命した末息子のスタニスワフ・アルブレフトは、1959年に、ジャクリーン・ケネディの妹キャロライン・リー・ブービーへと三度目の結婚をし、ケネディ一族に名を連ねた。ありがとうございます。